取ってみてください。いろいろひっくり返すかな。ほらちょっとほらボロボロ出てくる、ボロボロ出てくる。え、なに、なにこれ。え、待って、待ってないぞ。なに、じゃがいも。おいヒッピーヘオ、おいヒッピーヘオ、おいこの人なに、なになになに。皆さんどうも、バンキッズのたっちゃんとトモとママです。せーの、やっほー。元気よく、せーの、やっほー。はい、ということで今日はバンキッズハウスのお庭からお送りしています。はい、今日はですね、畑で野菜取りをしたいと思います。はい、春ぐらいにね、ママが芽が出ちゃったちっちゃいジャガイモを5個ぐらい畑にポーンって放り投げたの。そしたら畑から芽が出てポコ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 って勝手にジャガイモがいっぱいできたの。すごくない？ジャガイモがいっぱい見たの。もう地面の上にね、ポロポロポロってちょっと見えてるのよ。だからこのお菓子食べ終わったらママが捨てたジャガイモからできたジャガイモを掘りに行きたいと思います。捨てたとか言うの。なんだもんだって。じゃあ芋掘りよっくらー、ゴー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 。スコップ持って。はい、映ってる。うん、じゃあスコップ持ってこの辺のね、掘ってみてください。ほほお、出てきた。早速でで見せて。いいねー、オッケー。他もどんどん掘っていこう。なんか上がってるね。なんだ、持ってきたな。おおおおおお、あったあったあった。お、本当？石やね。石かよ。あ、これは石だ。石か。たっちゃんのその足のとこになんか赤いの見えてない。それ？うん。すげえ。いいじゃん、いいのゲット。ふう。あ、いた。いろいろひっくり返すかな。ほら、うおほら、うお、どれ見せて。エラザラザってよりも、あ、でかいでかい。いいね。ちょっと全部入れるの大変だよ。いいよ、全部入れて。トモもおいでよ、はよ。トモもおいで、トモもおいで。もっとほら、何あの人。おりゃ、そんな深いとこにはないと思うよ。あったわ。お、どんどりマン。多分どんどりどんどりマン。そうそう、おりゃ。おー、でかい。レンガもあった。レンガもあった。見て見て見て。レンガ。本当だね。なんでレンガ乗ってるんだ。本当だね。大発見。おい、なんでレンガ皿に入れる。そもそも俺。おレンガの人あった。レンガ端っこに置いてて。ここ。うん。ママも掘るよ。ちょっとほら。ほら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 、ボロボロ出てくる、ボロボロ出てくる。コメントだもん。ほらほら、拾って拾って。めっちゃ出てくるよ、そこ。ほら、そこめっちゃ入ってるね。パッタも掘ってみる。いいんじゃない。おお。めっちゃ出てきた。めっちゃ出た。お、でかくね、これ。ほらほら、めっちゃ出てくる、めっちゃ出てくる。この辺めっちゃあるよ。よいしょ。ほう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 、ゲイス。え、よっこー。最大サイズ、まあ、売ってるやつはでかいけど、この畑で取れるやつのは最大サイズだね、今の多分。ほら、ブルージェあんな鳴き方する。ブルージェ、ブルージェあんな鳴き方する。なんか怒ってるかも。なんであんな鳴き方する。怒ってる。え、何あの音。トモ行くな、ツンツンされるぞ。あ、ブリ、ブリが何かしたら怒った、もしかして。ブリに怒ってる。君かい。君怒らせたの、ブルージェ。怒らせた。ちょっと嫌だったね、あんな声出されてな、ブリちゃん。チャンネル登録、お願いします。じゃがいも。あ、じゃがいもある。赤いのあるよ。ほんとだ。かわいい。ちょっともさっきそれ見つけた。で、取るよ。いいね、お願いします。じゃあもうちょっと掘っていこう、どんどん。何？何これ？
こえ、なんか土器だよね。土器って土を焼いて作ったお皿みたいな。でもこんなちっちゃいお皿なんてある？なんだろう、不思議だね。いや、これはわかんないね。畑からこんなのおかしいよ。これ小人が使ってたお皿とかじゃない？だって小人サイズじゃん、こんなの。人間のサイズじゃなくない？だか、うん、人間はとんぐらいでどんな皿やそれ。オッケー、じゃあもうちょっと掘っていこう。もしかしたらまだ土器とかあるかもしれないし。じゃあその辺掘っていたない？よ。よいしょ。待って、埋まってないぞ。何？ジャガイモ？うん。おい、ヒッピーヘオ！おい、ヒッピーヘオ！おい、この人何？何何何？トム、何？何引っこ抜いたの？何何何何見つけたの？キノコビト。え？キノコビトじゃないよ、これ。祈り置物だ。祈り置物だよ。祈り置物、ちょっと見せて。いい？カメラにちょっと見せても。ちょっとひげがちょびひげ、ちょびひげみたいになってるけど。あ、ちょっと待って、取ってあげる。この砂がついてるの取ってあげるね。はい。これ祈り置物だね。祈り置物ってさ、なんか安産とか旅行の安全とかのお祈りをするんだよね、確か。え、なんだっちゃなんて。祈り置物が使ってたと思われる土器にジャガイモ2個入れるやん。じゃあ後でその土器にジャガイモをお供えして、祈り置物と一緒にもう一回土の中に返してあげようか。焼き合い。こんな大きいの入れてあげたの。すごいサイズか。お前ら、私は祈り置物だ。何？私を土の中に返すと言ったな。お前たちは優しい人間か？はい。トモは優しいか？うん。お前たちはいい子なのか？え？なんで？いい子なのか、お前たち。はい。ちゃんと歯磨きしてるか？してます。ちゃんとご飯食べてるか？食べてる。では私が祈り置物のお祈りの舞を教えよう。立て。祈りの舞始めます。よく踊ったな、お祈りの舞。お前はよく踊れていた。お、喧嘩すな。喧嘩をすな。何？はい、よく踊れたお前らには褒美としてこれをやろう。何どれ？何どれ？それはな、小人を見つけやすくするスペシャルフラッシュライトだ。フラッシュライト。ああ、これを空に掲げて、小人よー、小人よーって言うと近くにいる小人が出てくるんだ。だが一度きりしか使えない。なんで？それは言えない。高いんだ、すごく。めったには取れないから。そうだ、それはな、珍しい小人のトーチンからできておる。もう大ということで、お前ら土の中に戻してくれ。ありがとう。素敵なプレゼントもらってよかったね。はい、祈り置物、はい、できた。ありがとう、祈りよ。それで砂をかけたり。砂埋めるよ。はい、です。両手も。バイバイ。あ、それ上に置いといてあげて。じゃあ、もう一回取って。どうしようか。祈り置物は土の中で生活する小人だから、土の中に戻してあげるんだ。おー、マイガーシ。おー、マイガーシ。ガスマスク、ガス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 マスク。ててエンディングの後にお待ちのあるたら最後まで見てね。チャンネル登録お願いします。インスタフォローもお願いします。いいねもお願いします。
たず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 たトモが変になっちゃってる。ずっとだった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